佐藤健也も世界遺産に推薦した日本人、徴用被害に関する正直な説明を。国連教育科学文化機関ユネスコの松浦浩一郎ボノ事務局長は、また県山をユネスコの世界文化遺産に登録するためには、全体の歴史を説明する情報センターを建設すべきだ、と述べました。外交官出身でフランス大使も務めた松浦氏は、1999年から2009年までユネスコの事務局長を務め、日本国内でも権威のある文化遺産専門家として知られています。佐藤健也の世界遺産登録を推進する声を上げた一人でもあります。7月16日、東京で中央日報とのインタビューに応じた松浦氏は、佐藤健也の推薦背景を説明しました。日本が過去に朝鮮人の方々に被害を与えたことを正直に展示することが重要だと強調し、ユネスコ諮問機関の全体の歴史を説明せよという勧告に従う必要があると述べました。ユネスコは7月21日から今月末までインドで世界遺産委員会を開き、登録の可否を決定します。松浦氏は、佐田勘様では日本で徴用工として朝鮮人を義務的に働かせ、多くの被害が発生したとし、この歴史を含めた情報センターを作ることが当然の責務だ。ありました。現在の登録申請は江戸時代に限定されていますが、第二次大戦当時の歴史も含めるべきだと主張しました。これに先立ち、日本政府は佐藤健也の世界遺産登録を申請しましたが、その期間を江戸時代1603、1868年に限定したため議論を呼びました。松浦氏は過去のインタビューで軍艦島の破棄を繰り返してはならない、と述べたことがあります。2015年に軍艦島が世界文化遺産に登録された際、日本政府はアイコモスの勧告に従って軍艦母の全体の歴史を明らかにする施設を建設すると約束しましたが、実際には2020年に東京に産業遺産情報センターを設立し、朝鮮人強制徴用の事実をほとんど明らかにしませんでした。これに対しユネスコも遺憾を表明し、是正を勧告しました。松浦氏は、ユネスコでも批判されたのは、人的証言を中心に展示したためと指摘し、客観的な証拠に基づく展示が必要だと、誇張しました。軍艦茶に続いて、佐田金山の世界遺産登録が、韓日両国の外交問題に発展したことについて、松浦氏は、世界遺産には歴史が反映されており、各国の政治問題が関与するのは避けられないと説明しました。同時に、残念ながら、ある時点で妥協しなければ問題は解決しないと語り、過去のエピソードを紹介しました。松浦氏は、北朝鮮初の世界遺産である、オークレイ古墳群の登録を好みた時の話を紹介しました。2003年、北朝鮮がオークレイ古墳群の世界遺産登録を推進すると、中国が反対を表明しました。その後、中国は吉林省一帯のコークレイ古墳群を登録しようとしましたが、最終的には2004年にそれぞれの遺産として登録されました。松浦氏は、国宝は国家の宝物であり、世界遺産は人類全体の宝物として大切にすべきだとし、日韓の未来世代が互いの歴史観を理解し合い、共に手を取り合うことが必要だと強調しました。岸田首相が撤去要求したドイツの慰安婦少女像、行政区が圧力を強化。ドイツベルリンにある平和の少女像をめぐり、岸田首相が4年間撤去を求め続けている中、行政区が過料を科す方針を示しました。ウィッテクは9月までに少女像を撤去しなければ罰金を科すと市民団体コリア協議会に通告しました。市議会はこれまで何度も少女像尊重を求める決議をしてきましたが、ミッテクは方針を変えず対立が深まっています。19日にミッテクのレムリンガー区長と面談したコリア協議会の説明によると、区長は少女像の設置期限が終わる9月28日までに撤去しなければ罰金を科す予定だと告げました。区は強制撤去はせず、コリア協議会が自主的に移すまで、繰り返し罰金を科す方針です。
また、来年4月までに、戦時性暴力の被害者のためのシンボルを設置する計画もあるとのことです。面談に参加したコリア協議会のハン・ジョンファー代表は、区が少女像の撤去を自ら行わずに、自ら片付けろと言っていることに対し、少女像の意味を消し去り、すべての被害者のための記念碑を設置するというのは矛盾していると批判しました。コリア協議会と市民たちは、戦いを止めないとの立場です。22日には、少女像の永久存置を求める約1700人の署名を区議会に届ける予定です。署名運動は市民たちが直接地域住民に説明し、署名を集めることで地域住民の声を伝える意味があります。区議会はこの署名について審議し、議決するかどうかを決めなければなりません。区議会は2020年9月に少女像が設置されて以降、少女像の永久存置を求める決議を何度も行ってきました。文化教育委員会は今月10日、ミッテクに対し、ベルリン市当局と対話するよう求める決議案を本会議に上呈しました。しかし、ミッテクは立場を変えていません。今月12日に、ジダ首相がドイツを訪問し、ショルツ首相と会談し、する前に、ミッテクは少女像撤去をコリア協議会に要求すると共同通信に述べました。岸田首相は2022年にもショルツ首相が日本を訪問した際、少女像撤去を直接要求したことが報じられています。日本は2020年の少女像設置直後から強く抗議し、4年間にわたって圧力をかけ続けています。これはいい記事ですね。ここで書かれているように、岸田首相は時間をかけて、ドイツ側が自主的に動くよう要請し続けてきたと。今回の報読では、ショルツが岸田首相の経済安保をよく理解して、協力することを明言しました。その一環として、慰安婦像の撤去問題が再び浮上してきました。残念なことに日本ではその事実を決して報じようとはしません。岸田首相の成果が日本のメディアではなく、国外のメディアでしか報じられないというのは、本当残念だと思います。ベルリンの公有地に設置されている慰安婦像が撤去されることについて、コリア協議会は反対の姿勢を崩していませんが、ミッテクが過料を徴収するのは妥当な措置と言えます。また、記事の一部を引用しますと、コリア協議会代表は、少女像に代わる新たな記念碑を設置すること自体が矛盾と主張していますが、少女像の設置を継続すること自体が矛盾しているのではないでしょうか。つまり、コリア協議会は、常に少女像について政治的なプロパガンダの意図はなく、普遍的な女性の人権を象徴していると説明していた事実とは矛盾しているのではありません。いずれにしても、自分たちの主張や行為は正当化し、その結果に伴う責任は他に日本に転嫁するというダブルスタンダードの姿勢を改める必要があると思います。それはシンボル像の設置に反対している姿勢を見るだけでも明らかです。日韓政府組、8年ぶりトップ会談、レーダー照射問題で中断。防衛省、自衛隊と米軍、韓国軍の制服組トップが対面で意見を交わす日米韓参謀総長等会議が18日防衛省で開かれた。これに先立つ12日には牛田圭司統合幕僚長と EII ヒレ韓国軍合同参謀本部議長が8年ぶりに会談。2018年の海上自衛隊機に対するレーダー照射問題以来育てていたハイレベル交流が再開された。牛田統幕長は3カ国会議の冒頭、会談は単なる関係改善でなく、日韓防衛協力の新たな高みを目指す記念すべき第一歩だと述べた。防衛省によると、日韓政府組トップの会談は16年以来、レーダー照射問題以降、他国を増し得ない形での会談は、陸海空の幕僚長級も含めて見送られていた。今年6月に日韓が再発防止策に合意し、政府組の交流再開などを申し合わせていた。会議では北朝鮮とロシアの軍事協力や中国による南シナ海での不法な海洋権益の主張を非難し、
台湾海峡の安定を促す共同声明を採択した。会議で吉田東幕長は、国際社会は法の支配に基づく秩序を維持できるかどうかの分水嶺にある。日米間の強固な結束を示すことは重要だと強調。ブラウン米統合参謀本部議長は、参加国が集うことは地域の脅威に対するメッセージとなると言わした。同会議の米国以外での開催は初めて。次回は韓国で開かれる。レーダー照射を認めてもいないのに、再発防止で合意？小学生でもわかるような矛盾です。自衛隊の安全が確保さされたとは、大で思えません。日本の韓国に対する徹底したこの甘さが、これまでの懸案を招いたと、何時になったら学習できるのだろうか。韓国政権がひっくり返っとき、下さんはどう責任取ってくれるのでしょうかね。